こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ミニマリストの秋服ベスト5ということでお届けをしてみたいと思っています。まあ、気づけばですね、毎シーズンの恒例企画になっているわけなんですが、まあ、僕自身もですね、仕事柄いろんな服を日々買ってるわけなんですが、試、ま、行、あ、性としてはどちらかというと、日々いろんな着こなしを楽しみたいというよりは、ある程度ユニフォーム的に型を作ってしまってきた方が楽と考えている人間なんです。 そういった点ではですね、ミニマリスト的な思考は多少は持っている人間なのかなと思っています。僕の動画を見ていただいている方の中にも、まあ、トレンド感を重視される方ももちろんいるかなと思うんですが、まあ、僕のようにですね、ある程度こうファッションをユニフォーム的に楽しみたいという方だとか、あとはあんまり服の量を持たないで、なるべくコンパクトな服の数で楽しみたいという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな方のために今回ご紹介する秋服の5点ですね、このあたりさえ持っておけば、ある程度コーディネート 回回すすすこととがでででききるのののねミニマリスト思考の方にには今回の動画参考にしてていいいたただなっますちなみに、今回ご紹介するアイテムなんですが、まあ、全く同じものがあったらリンクを貼っておきますが、なかなかですね、現状手に入らないものもあったりするので、そういったものに関しては、匂いのものもですね、ご紹介させていただきますので、まあ、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。 こちらのチャンネルではこんな形でですね、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで、ここからはですね、具体的にミニマリストの秋服をですね、皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まず一つ目、こちらはですね、ブルーの無地シャツですね。 これが僕にとってはもう欠かせない秋の服になっているわけなんですが、まあ、トップスにも様々なバリエーションがあって、例えばパーカーがあったり、ニットがあったりだとか、まあ、その中にですね、このシャツというジャンルがあるんですね。まあ、トップスの中では僕は結構綺麗めに属するのがシャツだと思ってるんですね。まあ、なぜシャツを選んだのかというと、結構シャツっていうのは着方次第で様々な見せ方ができるという点、ここがメリットだと思っていまして、今はですね、結構秋の始まりということで、まだそんなに 寒くないんですよねそういう時には T シャツの上にさらりとですね、羽織るだけで 着こなしが完成してしまうので、すごく楽なアイテムなんですね。シャツ単体って見てもですね、一定の小綺れさがあったりするので、きちんと見えるというところも含めて便利なんですね。まあ話はちょっと脱線するんですが、僕の中で一人ですね、参考にしているミニマリストというわけではないんですが、著名な方がいらっしゃって、その方が高城つゆさんという方なんですけども、この方はものすごく厳選されたものだけを持って、まあ、世界中を飛び回っているわけなんですが、そんな高城さんも結構シャツを着ている 印象が強いんです、ね、まあ、襟のついてるシャツさえ着ていれば、まあ、世界中どこ行ってもですね、ある程度の信頼感が得られるということをおっしゃってたので、まあ、まさにその通りだなと思って、まあ、襟付きのシャツ、僕はちょっと今、バンドカラーのシャツですけども、これが、ちゃんとこう、襟のついたレギュラーカラーですとか、このようなシャツであれば、結構どこに行ってもですね、小綺麗で、一定の信頼感は得られるかなと思うので、そういった意味では、トップスの中でもシャツというのはめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思います。で、僕が今着てるようなコットン系の シャツというのはあんまり季節も問わずに使えるのでこれから秋冬そして春なんかも使えますので真、まあ、夏以外は使えるような便利なアイテムでまあ、そういった3シーズンぐらい使えるものがミニマリストの服としてはですね使い勝手がいいのかなと思います僕自身もあまりにブルー系のシャツが好きすぎてこれはオリジナルで作ったものでまだちょっと発売はしてないんですが、まあ、このようなブルー系のシャツいろんなお店で最近は売っています セレクトショップのオリジナルですとか、あとは GU とかでも手に入るので、ぜひ気軽にですね、こういったブルー系の無地シャツを持っていただくと便利なのかなと思っています。ちなみになぜ白じゃなくてブルーなのかっていうと、白の方がですね、シンプルで使いやすいようなイメージがあるかもしれないですが、結構白シャツって失敗すると仕事着っぽく見えたりだとか、汚れが気になったりしがちなので、そういった点ブルー系の方がもうちょっとこうカジュアル感もありますし、なおかつ汚れもそこまで気にならないので、結構ブルー系のシャツというのは使い勝手 がいいかなと思うのでミニマリスト志向の皆さんにはぜひお勧めしたいアイテムの一つかなと思っていますはい続いて2点目のミニマリストアイテムなんですが僕が着ているこちらのショート丈のブルゾンですねこれはですね秋のアウターとしてはめちゃくちゃ優秀なので ぜひミニマリスト志向の方にはお勧めしたいアイテムかなと思います。結構例年であれば秋のですね、こういったアウターはですね、ナイロン系のジャケットをお勧めすることが多かったと思います。ノースフェイスですとか、アークテリクスですとか、このあたりのナイロン系のジャケットというのは使い勝手がめちゃくちゃいいので、まあ僕自身も愛用してるんですが、まあ今年はちょっと雰囲気を変えて、少し綺麗めなですね、アウターを持ってきていました。 このショート丈のアウター、最近シップスで購入したもので、皆さんにもですね、結構ご紹介してるかなと思うんですが、これはね、めちゃくちゃ作りが良くて、使い勝手もすごくいいんですね。まずは、秋のアウターとしては、そんなに丈が長くない方が楽でいいと思うんですね。足さばきも良くてですね、動きやすいですし、まあ合わせ方もですね、ある程度バリエーションが出せるんですね。例えば、先ほどご紹介したような内側にバンドカラーの ブルー系のシャツを入れてですね、まあ、小綺麗に着てあげるのもいいと思いますし、もうちょっとですね、カジュアルにしたいのであれば、中は無地の T シャツですね。まあ、今回は上げていないですが、 ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね。これの上に着るだけでもスタイルが完成してしまうので、まあ、この2つの内側のバリエーションがあるだけでも結構便利かなと思います。またはユニクロのこの T シャツのカラーバリエーションを変えるだけでもだいぶ印象が変わるので、例えばパープルの色に変えるだけでもだいぶ雰囲気が変わるかなと思うので、まあ、そういった感じで横展開もしやすいので、このブルゾーンはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、ミニマリストというと服の数は少ないっていうところが一つのですね、 特徴かなとは思うんですがただですねやっぱりある程度のトレンド感は取り入れた方が僕はですねスタイリッシュでいいのかなと思うのでその点で言うと まこのようなちょっと旬なタンタキ系のアウターっていうのも一着持っておくと便利かなと思いますし、まあ、今年だけの流行というわけではなくて数年前からじわりじわりとタンタキ系のアウター旬になってきていまして、まあ、来年以降も数年は使えるかなと思うのでぜひこういったタンタキ系のアウター綺麗めな路線もですね持っておくと便利かなと思いますもちろんですね普段持っているナイロン系ジャケットをですねこういったシャツの上に合わせるのもいいのでもしこういったものではなくてもっとカジュアルに振りたい方はこれまで通りのナイロン系ジャケットもいいかなと思うのでぜひ そちらでお試しいただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムはですね、ボトムスなんですが、えー、皆さんの予想通りですね、ユニクロの、 タックテーパードパンツがランクインしました。まあこれがですね、2022年のですね、現段階では一番使いやすいボトムツかなと思っていまして、まあ、トレンド感も程よくあって、太すぎず細すぎないというような、このシルエットも含めてバランスがなかなかいいんじゃないのかなと思います。先ほども触れましたが、まあ、ミニマリストの方々も一定のトレンド感があった方が、 アイテムが少ないからこそ、旬には見えやすいかなと思うんですね。まあそういった点で言うと、細身のスラックスっぽいもの、ブラックパンツもいいんですが、ちょっとゆとりがある形でトレンド感を取り入れてあげるのもバランスがいいかなと思うので、その点タックテーパードパンツは、 ま、太すぎないってところもいいんですよね。もも周りにはゆとりがあるんだけども、膝下はテーパードが効いていて、様々なスタイルに合いやすいんですね。今のようなシャツのスタイルにも合うし、あとはパーカーだとかニットにも合いますし、さらには T シャツにも合うというところで、 本当に一着あれば、様々なスタイルにはまりやすくて、なおかつトレンド感も程よくあるというところでは、同じくユニクロのスマートアンクルパンツもいいんだけども、より今年らしいかなと思います。まあ来年以降も活躍するような定番のボトムスになると思うので、ぜひ皆さんこういったブラックのパンツは、ミニマリストの必須アイテムの一つだと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今着てるようなカーディガンですね。これまたミニマリストの方には、一着あると重宝するような鉄板のアイテムかなと思います。まあ、先ほどチラリと出てきましたが、ユニクロ U の白 T シャツですね。こういったものは春夏の継続でやはり持っておくと便利なんですが、まあそういった白 T シャツにブラックのこういった パンツ、これでベースを作りながら、その上にカーディガンを羽織ってしまえば、速攻で着こなしが完成するので、楽ですし、結構あると便利なアイテムなのかなと思います。僕は今季らしいですね、ダークグリーンのものを着てるんですが、まあ、定番で言ったらですね、やはりネイビーだとか、 ブラック系、こういったものがですね、便利かなと思います。ただですね、毎年こう、ブラックだとかネイビーだとか、割とこう、ベーシックなカラーをですね、ミニマリストの方は着がちなので、ちょっとシーズンカラーとして、こういったダークグリーンだとか、あとはパープルみたいなものも結構今年はトレンドになってるんですね。そういったものを買ってみて、少し気分を変えてみるのもいいかなと思います。 結構ミニマリストの方は少ない数の服だけで回すのでもう1年で着倒してしまう方とか長くても2年ぐらいで着倒してしまう方も多いかなと思うんですねまあそういった時にちょっと今のトレンド感を漂わせるようなカラーにチャレンジしてみるというのは意外といいかなと思いますまあボトムさんもうブラックである程度統一してしまえば割とこういったトップスなんかは色で遊べるのでたまにはこういったダークグリーンだとかそういったものにもトライしながらカーディガン使っていただくとすごく便利かなと思います 中はやっぱり T シャツが一番合うんですが、先ほどのようなこういったブルー系のシャツですね。こういったものと合わせるのもカーディガンすごく便利かなと思います。まあそういった場合にはですね、色が喧嘩しないようにカーディガンの色はブラックだとかネイビーとかがいいかなと思うので、まあシャブルーのシャツとも合わせたいという方はブラックネイビー系のカーディガン。もしくはもう本当にシャツじゃなくて T シャツとサイと合わせたいのであれば、こういったカラー系のカーディガンも含めて、ぜひミニマリストの方には検討していただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、小物系なんですね。 今履いているこちらのスニーカーですね。もうずっとこれ履いてるので皆さんもわかるかなと思うんですが、まあニューバランスのスニーカーが、まあ最近のトレンド感もですね、ちゃんとこう抑えながらも、なおかつですね、すべてのアイテムに相性がいいんですね。ブラック系のパンツにも相性がいいですし、あと小綺麗なシャツですとか、カーディガンにも合わせることができます。あとは内側に着てる T シャツにも合うので、まあこういったニューバランスのスニーカーが、まあ現代的で今はですね、お勧めできるようなミニマリストに適した スニーカーカかなと思っています、まあ、その他にも白系のレザースニーカーも良かったりするんですが、やはりですね、ちょっと汚れが気になる方もいらっしゃるかなと思います。その点結構グレー系ってそこまで汚れが目立たないというのも 個人的には良い点かなと思いますし、ミニマリスト向きなのかなと思います。まあ、結構最近はニューバランスいろんなレアなモデルが出てきてまして、ここには僕は投資をしてもいいと思うんですね。というのも、靴もいろんなものを持つのではなくて、まあ、通年で使えるようなニューバランス一足あるだけでも結構ガンガン使えるので、ちょっと頑張って最近で言うと2002だとか900番台も結構レアなものとかは、意外といろんなものが新発売されるので、タイミングよく変えることも少ない。 なななないいかかととと思思うののでニ、まあ、ニューーーバランススニーカーは一足は持っておくと便利なのかなと思いますそしてもう一つ持っておいていただきたい小物として、まあ、リュックですね。まあ、バックパックとも言いますが、まあ、こういったものに関しても僕はですね、ちょっと頑張って投資をした方がいいんじゃないのかなと思います。僕は最近愛用しているのはこのアンドワンダーのバックパックなんですが、まあ、サイズ感も小ぶりでそんなにこうアウトドアに振り切ってないので、割とこう街でも使いやすいようなバックパックになっているかなと思います。 このような小物系には僕は投資をした方がいいかなと思ってるんですが、ミニマリストの着こなしって結構シンプルで、毎日結構同じような形になりがちなので、そこにやっぱり小物に関しては投資をすることで高く全体を見せることができるんですね。ユニクロのアイテムもあるんだけども、小物がちゃんとしてるとそれに引っ張られて、その他のものまで高く見えるってことがあったでするので、まあ、バックパックだとか靴だとかそういったもの、ユニクロだとか無印でも結構良いものが揃ってるんですが、ある程度 投資をしした方ががいいいかなななとと思思っっってましてててままあ、最近僕は気にに入るのののののはこのアンドワンダーの小ぶりのバックパッククパでで皆さんにご紹介ができればなと思っています、まあ、その他にもね、結構バックパックはいろんなブランドがあって、まあ、アウトドア系で言ったらアークテリクスとかがいいと思いますし、まあ、ブリーフィングとかもね、そのあたりもいいかなと思うので、皆さんの中でちょっと投資をしてもいいところだと思うので、バックパックとこういったスニーカー系は少し全体の中でもですね、投資をしながらバランスをとっていただきたいなというふうに思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、ミニマリストの秋服5000ということで、 ま、この秋にですね、活躍しそうなもの、なるべく量を少なくですね、皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、これだけじゃ回らないという方もいらっしゃるかもしれないですが、基本的にはこの5つをベースに、あとは1、2点足すだけでも、だいぶですね、着こなしのバリエーションは作れるかなと思うので、ミニマリスト志向の方だけではなくて、おしゃれに迷いがちな方もですね、結構量を少なくすることで、日々の着こなしはぐっと楽になるかなと思うので、ぜひ今回の動画参考にしていただきたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは 大人の男性向けてメンズファッションの気温をなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます youtube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなか動画を見る時間がないという方のためにオンラインサロンも開催をしていますそちらの方では主に文章と写真ベースで1分ぐらいで読めるようなおすすめのアイテムですとかあとはコーディネートの紹介 なんか行っていますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの小山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに